スモーガスボード、スウェーデンのビュッフェスモーガスボードは、様々な料理を一つのテーブルに並べて、ビュッフェ形式で提供するスウェーデン起源のスカンジナビア料理である。スウェーデン以外の国では、ノルウェー語、コールドトボード、デンマーク語、デッドコールディーボード、アイスランド語、ラズボース、フィンランド語、サイイソバポイタ、エストニア語、ルーツイロード、ラトビア語、オークスタイズゴールズ、 リトアニア語、スフェリスカス・スタラズ、クロアチア語、スフェットスキー・ストール、ドイツ語、カルティス・ビュッフェ、ポーランド語、スウェスキー・エスティーと呼ばれる。スモーガスは、パンとバターの意で、ボードは、テーブルの意である。オープンサンドをそれぞれで作って食べることが由来であるが、17世紀中頃からは、音声料理を提供されるようになり、現在のスタイルになった。なお、SMRGS は、 スモーゴスと読む方がより、スウェーデン語本来の発音に近い。パーティーなどの宴席によく用いられ、客は並べられた皿から、各自の好みで料理を取り分ける。スモーガスボードは、1939年のニューヨーク、バンコク博覧会のスウェーデンパビリオン内のスリークラウンズレストランで提供されてから国際的に知られるようになった。英語圏では、 いわゆる食べ放題と同じ意味でも用いられる単語である。スウェーデンでは、レストランだけではなく、家庭において、お祝いをするときなどもテーブルに料理を数多く並べて、スモーガスボード形式を行うこともある。クリスマス期間のスモーガスボードは特別なものとなり、ユールボードと呼ばれる。スモーガスボードの客が取り分けた皿、ありがとうございます。